広大神社は、京都府福知山市大江町内区にある神社。旧社閣は、府社。元伊勢伝承地の一つ。現在伊勢神宮の祭神であるアマテラス大御河。古くは宮中に祀られていた。この状態を維持した天皇の命で、主神天皇六年から鎮座地を求めて、各地を転々とした。水人天皇十五年最終的に伊勢に落ち着くが、 それまでの間に訪れた一時船座地は各地で元伊勢として語り継がれた。当社はそうした元伊勢伝承地の一つで、ただし並国の基地探るの旧跡にあたる。そのため、元伊勢を冠して称され、また特に高大神宮の元宮であるとの伝承から、元伊勢高大神宮、または元伊勢内空とも称される。市内大江地域には当社を加えて、 以下の元伊勢伝承の神社があり、総称して元伊勢三社と呼ばれている。なお、吉佐宮の伝承を有する神社には、当社の他にも、真内神社、四賢神社、竹野神社がある。山和姫命よきに、主人天皇三十九年、天寺総御神を奉じた、豊かすき入り姫命が、鎮座地を求めてただし並国へ先行し、 吉佐宮を築いて四年間放祭したと記すが、社殿によれば、当神社はその旧跡であり、天照大臣が吉佐宮から遷座した後もその、神徳を仕立った人々が引き続き、伊勢神宮内宮の元の宮として崇敬してきたといい、元明天皇朝に社殿を建立したという。また、それとは別に、陽明天皇の御子丸子神皇が、当地の協族を成敗するに際して誕生したもので、 あるとの遺伝もあるの、丹後州宮津伏書院、天京記。近世以前の遠隔は不明であるが、江戸時代には四国三と四号の車両を有しの、宮津領村高町、明暦二年に、宮津藩主、京国高国が社殿を造営し、元六十四年に、同、奥平正茂も収蔵してから歴代宮津藩主も、これに習ったといい、また六十年に一度の式年遷宮も行われていた。 昭和5年府社に列し、戦後は神社本庁に参加している。中心に本殿があり、本殿を囲む形で、この字型に抹茶83社が神座している。本殿の両脇に神座。鉄道社、ありがとうございます。